阪神の岩崎優、岩貞雄太、島本博也、梶谷蓮が一軍合流。阪神岡田彰布監督66は13日2軍キャンプスタートとしたベテラン組を16日からの第4クールに一軍合流させる方針を示した。4人来るよ。そんな最初から4人向こうに行かせているから。一軍で実績のある岩崎優投手32、岩貞雄太投手32、梶谷蓮投手32、島本博也投手31、和具志川で練習中、調整は順調で対外試合が本格化するタイミングで一軍に呼び寄せる。楽しみな人たちが来ますね。どんどん本格化してきました。楽しみです。もう合流するのか。早いな。もう少しゆっくり開幕照準でもいいのに。入れ替え発生するのかな。入れ替えならビーズリーは確定として富田、及川、茨城あたりな気がする。二軍戦の先発戻さないとだろうし。つぐるちゃんが言うてた通りやで。島本が来る。糸原、原口、福島とは別に、ということ待ってました。L、さきさん一軍へ。ついに岩崎が一軍キャンプに。昇格、投手、岩崎、岩貞、島本、梶谷、野手、糸原、原口、福島、栄田。先日の湯浅の調子では、今年もクローザーは岩崎かな。いよいよ実績のある選手が合流しますので、ここからオープン戦序盤までがボーダーライン上の若手にとっては正念場となります。リリーフは常に魔物との戦いだから、去年と同じクオリティでいけるかは不明だけど、この4人たすきり式が負担を分散して1年通して戦えれば大きいアドバンテージになるから期待はするわな。岩崎に関してはそれこそ怪我さえしなければそれでよい。岩崎は今年も9回でも8回でもどこでもお願いできそうです。磁力が集まってきた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。